立ち技格闘技団体、リセの公式 YouTube チャンネルが6日、更新され格闘技イベント、リセウエスト2 1 12月3日、福岡、西鉄ホールの試合が公開された。ブレイキングダウン選手がミドル96位の相手に判定勝ちを収めた。ミドル級70キロ3、3分 ×3R、延長 1R で行われたこの対決。 プロムハイのブレイキングダウン戦士、ユラが同16位で自身よりもプロキャリアアルネギ魔人に挑んだ。ユラはブレイキングダウン8で当時、ブレイキングダウン、パンチ力ナンバーワンのファイター、外ヘボヒロトに KO 勝ち。瀬尾の朝倉未来はその才能を認め、まだ19歳なので普通に雷陣とかも出られると思う、と MMA の道へスカウトしていた。両者顔面から血を流す激闘。 序盤からジャブを主体に細かく打撃を当てるユラ、対するネギ・マジンは前にプレッシャーをかけ、フックなど大きな打撃を放っていた。先にダウンを取ったのはネギ魔人・マジン。2R 中盤にコーナーに追い込むと左フックをクリーンヒットさせた。1つのダウンを奪われたユラだったが、3R は一気に攻勢へ。コンパクトな右ストレートで2度のダウンを奪った。投稿された映像には、 ゆら圧勝かと思ってたからネギ魔人見直した、さすが才能機械地、二人とも気持ち強すぎやろ W、両者ともナイスファイト、こりゃすごい、最高の試合、こっちの道で頑張ってほしい、伸びしろだらけ、などのコメントが残されている。